皆さんこんにちは、琴文郡山の渡辺です。ポンペオ国務長官のツイートを機械語訳でただ淡々と朗読するだけのシリーズです。今日は日本時間で2021年1月14日10時5分です。それでは始めます。12時間前、アメリカファースト。2021年1月13日22時30分。ザ・マクシマム・プレッシャー・キャンペーンは世界をリードするテロ体制を制約するだけではありませんでした。それはイスラエルとその隣人に温かい平和で前進する自信を与えました。2021年1月13日23時。今日から1週間後、私は国務長官を辞任し、このアカウントはアーカイブされます。必ずフォローしてください。アットマーク、マイク・ポンペオ。アットマーク、MIKEPOMPEO。今すぐやってください。1月13日23時30分。多くの優れた外交官がより平和で繁栄した中東をもたらしました。2021年1月14日深夜0時ちょうど。スクリプトを裏返しました。何十年もの間、外交政策の専門家は、私たちがこの地域で和平協定を結ぶ前に、イスラエルとパレスチナ人の間で和平を築かなければならないと主張しました。私たちはそれらが全て間違っていることを証明しました。1月14日0時30分、この中東の専門家を覚えていますか？彼はそれが起こり得ないと言った。私たちはやりました。1月14日1時ちょうど、イスラエルとアラブ首長国連邦、バーレーン、スーダン、モロッコとの関係の正常化は1994年以来の最初のそのような協定であり、世代の平和のための最大の前進です。1月14日深夜1時30分、私はサウジアラビア、アラブ首長国連邦、バーレーン、カタール、モロッコ、スーダンを旅しましたが、すべて平和という一つの目標を念頭に置いていました。1月14日2時ちょうど、ノーベル賞。1月14日2時30分、エイブラハム・アコーズ投資、成長、相互理解という好循環が始まりました。以前の政権が望んでいたすべての良いことです。1月14日3時ちょうど、ISIS との戦いも中東の平和の鍵でした。私たちが就任した時、ダエッシュがペンシルベニアの大きさの領土を支配していたことを忘れがちです。1月14日3時30分、開始した場所、終了した場所。1月14日4時ちょうど、私の指示の下で国務省は世界から83カ国を招集、ダエッシュを倒すために先頭に立ってリードする。1月14日4時30分、2019年私たちはISISテロリストのアブバクル・アブバグダディとアルカイダのテロリストハムザ・ビン・ラディンを連れ出しました。米国のリーダーシップとグローバル、イコール、デッド・バッド・ガイ。それは、効果的な多国間主義。1月14日5時ちょうど、ザ・マクシマム・プレッシャー・キャンペーンは、イランをはるかに超えて拡大しました。私たちは、アフガニスタンからイエメンまで、地域全体で、テヘランの悪意のある影響力と戦いました。1月14日5時30分、私たちは国際開示セキュリティコントラクトの作成を支援しました。イランの違法行為からホルムズ海峡とペルシャ湾を守るため、7つのパートナーから始めました。現在は最大14です。効果的な多国間主義。1月14日5時34分、世界で最も重要な航路の一つをイランから保護してくれたバーレーン、英国、アルバニア、リトアニア、オーストラリア、アラブ首長国連邦、サウジアラビアに感謝します。1月14日6時ちょうど、私たちはイエメンから目を離したことはありません。1月14日6時30分、
マカデミーに最初に会ったのは私が政権に加わった時、私たちは彼と協力してイラクの主権を取り戻し保護しました。順調な進展、特にアイシスの崩壊ですが、イランは依然として脅威です。押し続ける必要があります。1月14日7時ちょうど、現政権はレバノンの人々がイランのテロリストの操り人形ヒズボラを拒否したとき、彼らと一緒に立っていました。1月14日7時6分。話すだけではありません。国務省元 FM ギブラン・バシールを彼の腐敗した活動のために指定しました。1月14日7時30分。シリアでは偽のレッドラインを行動と説明責任に置き換えました。1月14日8時ちょうど、米国はアサドの捕食によって強制的に追放されたシリアの人々に救命援助を提供しました。2019年以来の提供、シリア及び地域全体でシリア人を支援するために17億ドル。1月14日8時30分、トラサン大統領よりも中東に永続的な平和をもたらすためにこれ以上のことをした政権はありません。1月14日9時ちょうど、中東の平和の秘訣は明らかです。友人や真のパートナーを支援し、敵と対峙し、融和を拒否し、困っている人々を支援します。アメリカの保護傘の下で平和のための余地を作ってください。先頭に立ってリードする。以上、ここまでです。ありがとうございました。